久しぶりだな、親愛なるパートナー殿。しばらく任務を遂行していたせいでお前に会う機会がなくて実に残念だった。子供たちもいるし、仕方のないこととはいえ悪かったな。どうか許してくれ。幸い子供たちは元気にしているぞ。心配しながら暮らす日々を送らずに済むようになってからみるみる明るくなった。そういえば先日あの子たちがこそこそと何かを企んでいることに気づいてな。クーのような正直者でさえ言葉を濁すようになったんだが、どうせ私の誕生日会だろう。しかしあの子たちが必死に隠そうとしている姿を見て、やはり気づいてないふりをしておくことにした。誕生日といえば祝福とプレゼントをありがとう。ラインヘッセンのリースリングワイン、私の口に合う珍しい酒を手に入れてくれたことに礼を言うよ。ところで先日任務中にとても特徴的なコップを手に入れ、お前に渡そうと思ってたんだ。今までのスケジュールを思い返すと、私もそろそろ休んでいい頃合いだな。またいつもの場所で会おう、ナターシャ。依頼は全部終わったな。お前みたいなパートナーは気に入ってるぞ。好久不见，亲爱的合作伙伴。真是可惜，这段时间我一直任务缠身，都没什么机会去探望你。这也是无可奈何的事，毕竟我肩负着不止一个人的生计，只能请你多担待了。好在孩子们的状况都不错，不用整天提心吊胆的生活之后，他们明显开朗了很多，甚至还有心思开些无伤大雅的玩笑。前几天去看望他们的时候，发现他们瞒着我在偷偷计划着什么，连空这样诚实又靠谱的孩子都一副吞吞吐吐的模样。不就是我的生日会吗？对于老练的雇佣兵来说，这点小事根本瞒不过我。不过看他们努力遮掩的样子，还是装作没发现好了。哦，说到生日，也要谢谢你的祝福和礼物。蓝姑酒庄的雷司令葡萄酒，真亏你能弄到这么稀奇的酒来，倒是正投我的胃口，多谢了。说来也巧，之前任务的时候我挑选了一套非常有特色的工艺品杯子，正打算找机会送给你。算算时间，也是时候给自己放个假了。之后在老地方再见吧，娜塔莎。